どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はそろそろ辛いかも、トライストリンガーで環境に抗えるのかとなります。まだまだ第2シーズンのチェルシーズン真っ只中です。そんな中、シーズン途中のアップデもようやく入りました。ですが、アップデ後も思ったような環境の変化は起きてない感じなので、シーズン2の間、弓は環境に対応できるのか気になるところです。ということで、今回はアップデ後の環境をもとにトライストリンガーがどうやって抗えるのかをまとめていきたいと思います。腕前を上げるにはかなり難しい武器ですからね。その中でも対策を練っておきたいものです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはシーズン2の前半を牛耳っていたカニタンクについてです。カニタンクに関してはアップデ後はかなり強気でいけると思います。まず時間減少の弱体によってそもそもの耐久値が減っているように感じます。これはなんだかんだでかいですね。怪物を乗せた弓でスペ性能アップをつけたカニタンクを攻撃してみたのですが、3.0 までは2発で破壊が可能でした。フルチャージ前段当てることが必要ですが、そもそもカニタンクの武器にスペ性能を積む可能性は少ないと思います。その点を考慮すると破壊がスムーズになっているのはかなりスペ妨害ができるのでいいと思います。これは強気に言ってなるべく邪魔したいところですね。実際アップデ後にカニタンク遭遇したんですが、2発綺麗に当てることによって壊すことが可能でした。なんかアップデ前よりも壊しやすくなったなーっていうのが正直な印象です。続いては弱体も入っていないので続行して使っている人も多いスペシャルポップソナーです。現環境のモミジシューターやリッター4件のスペシャルにはなっていますが、かなり前衛殺しのスペシャルですよね。アップデによって発動範囲の修正などもされているので、より壊すことが求められるようになっています。ポップソナーに関しては対物をつけていれば設置した瞬間フルチャージで壊せるので、今まで通り無能にできます。ただラグの問題もあるので、設置された瞬間からちょっとだけ遅らせて打つと壊しやすいです。その点だけは注意が必要ですね。どうしてもラグいと設置した瞬間壊れないっていうこともよくあります。弓対物に関してはポップソナー環境に刺さるので、相手一人のスピを封じれるのでめちゃくちゃ強いと思います。積極的に壊して味方の生存率を上げていきたいですね。カニタンクもまだまだありますので、弓対物をつける理由としたのはここの2つになってくるのではないかと思います。環境についてですが、いいことばかりではないです。エナジースタンドが強化されたので、一部の弓使いはダメージがでかいと思います。特にペナアップ型に弓使いの場合は無効化されるためリスクだけを背負った状態になっています。しかもペナルティーザップが流行りだしているので、なかなか対面もしんどい状態になっていますね。ドリンクを飲んだ後のザップはやっぱ動きが早いので当てるのも大変かと思います。とにかく一人でも多く取らせないということが大事です。スペシャル周りに圧をかけて近づけないようにしましょう。あとは、縄ジャンをしてくる敵が増える可能性がありますので、そういった敵をしっかり落とせば脅威は減ると思います。ただ、スパジャン狩りはタイミングが慣れないと難しいので、結構苦手な方も多いのではないでしょうか。続いては、徐々に移行しつつある次の環境武器となった寿司からのスペシャルです。トリプルトルネードですね。こちらに関しては以前であれば範囲が狭くダメージも低かったためなんとか逃げ切れていましたが、アップデによりかなり化けましたね。正直離れたところから使われると対策は無理かと思います。かつ後ろに壁がある場合逃げ切れないですね。甘えで近くで使用した場合は2発目くらいまでに直接当ててキルを取ることが可能になってます。だからこの辺りの距離感すごく大事ですね。また動きが鈍くなるのでメガホンとポイズンで倒すことも可能だと思います。そこまで確実かって言われると確実ではないですね。なんですが、距離感、あとは周りの状況、もし死ぬかもしれないという時はメガホンポイズン使ったりとか、いろいろ手段はあるということです。距離感当て感がすごくしっかりしてないと対策ができないなというスペシャルなので、ここはバシッと決めたいところですね。動きが鈍い分狙えれば倒せるスペシャルなので、ポジション次第で倒したいところです。
ただ無理は禁物ですね。範囲が広がっているのでやっぱ逃げる一択になってくると思います。スペシャルばかりでしたが、もちろんサブも考えものです。特にトーピードですね。トーピードに関してはとにかく撃ち落とすことが優先になりますが、トーピードが発動するタイミング次第では一発撃ち込んで相手を倒すことが可能になります。まあチャージをしている前提というところになるんですが、その状態で撃った後メイン一発で壊すことが可能になります。結構余裕があるんですよね。まああとはチャージの状況とか矢の当たり方次第では残りの2発が敵の方に飛んでいったりということもありえます。3発綺麗に当てすぎると全部の矢が消失するというような感じですね。まあ、トーピードが飛んでくるとフルチャで壊してしまいそうになりますが、展開のタイミング次第では意外といけます。なのでこのあたりタイミングを覚えると結構楽です。まあ、縄張りとかプラベで練習がてでやってみると面白いかなと思います。結局のところなんですけど、まあ、トリプルトルネードの強化も相まってスシコラが大暴れの環境になったというところがあります。なので弓としては結構辛いかなというところですね。まあ、射程的な対策も難しいし、何よりポジションやルールを一瞬で奪われるのが本当にきついなというところです。特にエリエに関しては一瞬にして返されるので虚無間違いなしですね。っていうか実際にめっちゃ虚無りました。やっぱ大変です。で次の環境ですぐ弱体ということはないと思いますので、まあ、弓の新武器など新しく幅が広がる何かが欲しいですね。まあ、前回の環境にアップデによってトリプルトルネードとエナスタが追加されたっていうところです。まあ実際にやってみてシャープマーカーの数は減ったなーっていうところありますが、まあその分やっぱスシコラが増えてましたね。はい、ということで今回ここまでとなります。そろそろ辛いかも、トラインストリンガーで環境に抗えるのかはいかがでしたでしょうか。アップデートということで実際に流行りの武器を試してみましたが、一瞬でルールが返せるのはとても強かったというところがありますね。また弓に対してそこまで脅威を感じにくいっていうのも環境武器を使って思ってたので、まあ現環境としては弓はやっぱ一工夫いりそうだなと思います。ガンガン倒すっていうのも必要ですが、やっぱりどれだけ相手のスペシャルを潰せるか考えてやっていくっていうところかもしれないですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。